でございました。ゆうしくんです。オレンジ卓球場を救いに行きました。こっちを見通したよ。ちょっと笑って、ちょっと笑って、救いに来たんだよ。俺は救いに来たんだぞ今。ってことで、オレンジ卓球場を救いに来たんですけども、12月からですね、オレンジ卓球場でちょっとコーチを引き続きやっていただけることになりました、脇田コーチです。はい、実はツイッター今 X ですね、 X の方で11月末でオレンジ卓球場閉店しますっていう投稿を見かけまして、それで、すぐちょっと連絡の方をさせていただきます。いろいろ状況とかですね、まあ、お話を伺った上で、まあ、オレンジ卓球場をこう存続させたいなという気持ちが、まあ、ありまして、閉店しますっていう投稿に対してもやっぱ関心するってい こうコメントだったりとか、まあ、そのお客さんたちの声が結構多かったりとかしたので、まあ、そういうのを 見させてもらった上で、まあ、どうにかしてこう続ける方向でオレンジ卓球場を存続させることができないかっていうのでいろいろ考えた、まあ、結果ちょっとオレンジ卓球場の方を救うという決断に至りました。そして、まあ、脇田君の方にもちょっと連絡の方を取らせてもらったりとかして、続けてくれるならオレンジ卓球場やっていきましょうということでちょっとお話しさせてもらったんですよ。そしたら彼が一生懸命頑張ってくれるということなので、頑張っていきましょう。はい、はい、ということで早速今回僕の動画の方で、まあ、試合動画になるんですけども、負けたら
よっよし、はい、それが。よっしゃ。
はいはい。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。 Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。